ご視聴ありがとうございます。はい、行ってきました。六本木。150万円を拝んできました。はい、ということで今回は六本木ヒルズ森美術館ショップにて展示してあります、スクエアエニックスマスターラインファイナルファンタジー6 6分の1スケールっていう名前なんですよね、見てきました。はい、FF6 のティナと窓ワーマーの大型スタチューですね。こちらがですね6月9日より、展示が始まったということで見てきました。でそして、まあ、たくさん撮ってきましたのでよかったら見ていってください。買えないですもんね。はい、ということで見てきたんですよティナ。いやーすごかったですね。で一応初めて見る方もいるかもしれないので簡単にご説明させていただきますとですね、こちらのフィギュア、というかまあスタチュー、プライムワンスタジオさんっていう、主に大型スタチューを作っているメーカーさんと、スクエアニックスさんがコラボした商品になります。でまあ、これがですね、一応第2弾だと思います。第1弾がニーアオートマタでしたね。で、このスタチューがですね、まあ、大きさ6分の1スケールながらも、お値段が148万5千円ということで、まあ、あまりの高額ゆえに購入を断念された方も非常に多いと思います。私もその一人です。はい。で、まあ、やっぱりかなり高いっていう、お声も多かったと思うんですが、この展示を見てですね、まあ、150万円か、確かにそれくらいするんだろうなっていう雰囲気がものすごい漂ってました。まあ、確かにですね、プライムワンさんのスタチューっていう風に考えてしまうと高いとは思いましたけどね、前回のニーヤなんかも35万円くらいだったと思うので、でまあそれで今回は6分の1なので、前回のニーヤの4分の1に比べればスケールこそ小さいんですが、まあ、ニーヤの4分の1より大きいんですよね。アルトニアなんかでもニーヤは拝ませていただいたんですけども、やっぱりそれ以上の大ボリュームスタチューでした。まあでもどうしてもやっぱりプライムワンさんの同じくらいの大きさのスタチューと価格っていうのを比較をしてしまうので、まあそうですね、本当ものすごいこだわって精巧に作られて、かつ素材とかも、まあ、これは違うのかもしれませんが、やっぱりそうですね、プライムワンさんっていうのはだいたいこれくらいの大きさ、20万円からまあ50万円くらいで買えるので、まあそうですね、それよりまあ確かに若干一回り大きいくらいのスタチューなのかもしれないんですけれども、まあ、150万円とまでいっちゃうとどうしても高いっていう気持ちは、やっぱり聞き切れなかったですかね。まあ、でもですね、本当にすごいスタチューでした。そうですね、なんかメーカーさんとかは特に表記せずに、本当スクエニーさん独自の商品として、すごいものが出ます、でしかも買えちゃいます、お値段が150万円ですっていうくらいだった方が、おお、天野先生のイラストをここまで3次元でリアルに立体化したのか、すごすぎるな、そりゃこのボリュームですし150万円くらいするんだろうな、まあ買えないけどな、みたいな空気にはなったんじゃないかなと思っちゃいました。まあ、やっぱりプライムワンさんって出ちゃうとどうしても比較しちゃいますよね。でまあそうですね、私も当初、値段次第ではチャレンジしようかなともちょっと思ってたんですが、まあ、結局余裕で諦めたんですけれども、ですね、やっぱりこれ、まあ、今回実物見たんですけど置けないですよね。やっぱりこれでかいなんてもんじゃないですね。一般人が飾れる大きさではないなと、もう本当改めて実感しました。そうですね、私もやっぱりそのプライムワンさんの買うとしたら4分の1かつ1人くらいのものがやっぱり限界なんじゃないかなって思います。大きすぎますよ。ということでですね、私今一番気になってるのが、プライムワンさんのエントリープラグに乗ったアスカのスタチューです。ちょっと迷ってます。はい、それどうでもいいですよね。まあでも本当このスタチューすごかったですよ。もう興味あるすべての方に実物見ていただきたいですね。そうですね、もう全然売り物とかにしなくてもいいので、ぜひですね、まあ、例えば FF1 から16までの、この規模のスタチューを作っていただいて展示イベントとかしてほしいなとか思っちゃいました。それだけでもお金を払ってでも見たくなるような、十分見応えのある満足なイベントになるんじゃないかなと思っちゃうくらいでした。
今回のスタチオですね、やっぱり販売だけではもったいないっていうのも変ですが、また見る機会っていうのをぜひ作ってほしいなって思っちゃいました。はい、で、まあそうですね、個人的にも少し悲しいかもなのが、今回この FF6 のスタチオが出たことによって、そうですね、例えば今後、FF7 とか、まあ、別のナンバリングの大型スタチューが出た場合、やっぱり100万円前後してしまうんじゃないかなっていう買えない悲しさがありますね。手が出ないですもん。で、まあファイナルファンタジーの本当新作フィギュアってプレイアーツとかスタティックアーツくらいしかないんですよね。他メーカーさんからも出ないですし、まあ、ですので今回のプライムワンさんとのコラボスタチュー発表があった時は本当かなりの人が大興奮して欲しいなって思ったと思うんですよ。まあ、私もですし、まあ、でもほとんどの方が買えなくて落胆したと思います。ですので、スクエニさん、もうちょっとリーズナブルな価格帯を出してください。一桁安いものを出してください。そしたら買います。まあ、こういった超高額なものって結構一部だけの、簡素化されたバージョンとかも出たりするんですよね。例えばニーアの時も3体セットもあったし、 2B 単体っていうのもあったじゃないですか。まあ、そうですね、今回もティナと、ちょっとした窓アーマーの周辺だけでいいので安くして売ってくださいみたいな感じです。もう本当ですね、もうちょっと一般人が手を出しやすい価格帯のものを発売お願いします。はい、まあそんなわけでですね、今回私この展示もう本当見られただけでも十分満足でした。これからもですね、私に合った7分の1くらいのスケールフィギュアを集めていきたいと思います。はい、で、ですね、今回のこの展示なんですけれども、6月26日まで、六本木ヒルズの森美術館ショップにて展示されているということですので、そうですね、アベンジャーズ展に行く予定の方とかですね、ぜひ展示降りてすぐのお店なので行ってみてください。はい、全然ジャンル関係ないですね。FF 好きで六本木行ける方、あとはですね、今スクエニカフェで FF7 25周年カフェとかやってますので、ぜひそれと合わせて行ってみてください。あと、そういえば私カフェ行ってきましたので、その動画も近々投稿したいと思いますので、 FF 好きの方ぜひまた見に来てください。はい、では、以上になります。今回はですね、スクエニさんのとんでもない商品150万円の FF6 スタジオ展示を見てきたでした。でも本当素晴らしいものを見させていただきました。スクエニさんありがとうございました。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。誰か買って